こんにちは。ゆっくりマリサです。こんにちは。夏休みから戻りました。ゆっくり霊夢です。薄い峠に行ってきたんだろう？フランが言っていたよ。うん、そっちの方面ね。ところでこれは何？電車が来るみたいだけど。線路の真ん中に注目してくれ。ラックレールだろう？トラムみたいね。こんなのが走っているのはスイスかドイツの南でしょう？これは、スイスのアッペンツェル鉄道の支線の配電市を走る標準規鉄道だ。リッケンバッハ式ラック式のラック式鉄道でいわゆるアプト式ではない。横文字多すぎて何を言っているのかさっぱりわからないわ。急勾配を登るためのラックピニオン鉄道のラック部分にはこのように、代表的な4つの形式がある。リッケンバッハ式、シトループ式、アプト式、ロジャー式。霊夢でもアプト式ってどっかで聞いたことがあるだろう？霊夢でもって何よ。アプト式は信越線で軽井沢に行くとき、使っていたし、今でも大井川鉄道の奥地で現役だよね。そうだ。霊夢冴えているな。このスイスの鉄道は、一番左のリッケンバッハ式を採用しているんだよ。ポイントを変えるときは、ラックがレールの上をまたげるんだね。そうだな。だから小回りが利く鉄道に便利なんだろうな。さて、昭和37年の夏のことだ。長野に行ったんだ。マリサはそちらの方面って好きよね。善光寺でも行ったの？いやいや、国鉄の長野工場の見学会があって、機関車の全般検査を見に行ったんだよ。最新のキハ57系の急行志賀だったよ。キハ57って薄い峠のアプト式路線を通過するため、空気バネ、ディスクブレーキを装備したんだって。でも横川までは電化していたんじゃないの？電化は完成していたけど、貨物は D51 だったし、急行志賀が165系の電車に置き換わったのは、アプト式が廃止になった翌年昭和38年10月のことなんだよ。まあ、どこでも電化完成しても蒸気や DC は残るよね。この当時って、横川では30分停車だったな。だから峠の釜飯が売れるわけで、私も必ず買っていた。ED42 何台連結しているわけ？ ED42 の27号機を先頭に合計3台だな。統括制御してないから機関士も3人。それは大変だね。横に D51 が見えるね。後部に連結が完了したら、そろそろ発車だよ。D51 は高崎に向けて発車しているな。霊夢はギリギリのところで駅弁買う人ってちゃんとお金を払ったり、お釣りをもらえるのかいつも見ていて心配しちゃうんだよね。自動扉だとどうしようもないよな。駅弁買いに行ったお父さんが戻らない。って泣いちゃう子供とかよくいたよね。お父さんはギリギリまで隠れているんだろ。そして、横川を発車する急行志賀はアプト式機場に到達する。ここから最大 66% ミルの急勾配だよ。31キロポストだよ。あ、架線がないね。右から終電するんだったね。ここのラックの先端をよく見てくれ。ラックレールの高さも最初は低いんだね。刃の高さも低くて、徐々に高くなっている。ラックレールの下は枕木から板バネ構造で支えているな。この写真だとよくわかるね。刃の山がだんだん高くなる。枕木もここからコンクリートだよ。そうだな。通常の区間はこうなっているわけだよ。3列のラックは位相がずれているわけだな。右端の部分はアプト式を使わない粘着線路かな？そうだよ。新鮮だ。スイスのラックレール鉄道でのイメージを見てほしいぜ。ところで遮断機がないってすごいね。警報機も鳴らないし、警告ランプだけだよ。スイスはこういうところばっかりだよ。意外に車は多いし。ここから車両のピニオンとラックがエンゲージするところな。ちゃんとスピード落とすんだね。薄い峠のラックの下に板バネがあったり、枕木がコンクリートなのがよくわかるわ。こうやって ED42 はアプト区間を登っていくわけだよ。さっきの機動車の志賀は前にはつかないのね。ディーゼルにはつかないよ。だいたい30連か40連。前3台、後ろ1台とかもある。詳しい編成の仕組みご存知の視聴者様教えてくださいね。これは3台だね。キハ82の特急白鳥だな。そして軽井沢に着くと、長野工場式の終焉装置をつけた D51 がお出迎えしてくれるわけだよ。長野の D51 ってかっこいいよね。フロントエンドに白線が引いてあって。
ED42 はここで解放され、即戦で次の使用までお休みになる。軽井沢を出てもうしばらく走ると、小諸。小海線の起点の駅だよな。対抗でやってきたのは B50 の客レだね。この頃の小海線の C56 はシールドビームじゃないんだな。そうだね。小海線の C56 ってシールドビームのイメージあるよね。長野での用事を終えて帰路に着いたのだが、ここでクイズだ。長野機関区の86がせわしなく入れ替え作業をしている長野駅だよ。さて、バックにある、ロザの客車は何でしょう？ロザって、一等とか今のグリーン車よね。ヒントがある。ここを拡大してみるとだな。鎖が邪魔しているんだけど、バツバツ31と読めるようだ。サボの行き先のローマ字は最後が KU かな？間に SH が見れるような。ヒントはこれだけ？うん、そうなんだよ。答えは？わからない。昭和2年にオロ41700系の名称変更のオロ31だと思う。17メートルの交代客車。急行白山にも使われたらしい。ご判断ができる視聴者様。ぜひコメント欄でお願いします。そして袋。長野から10系の客レに乗った。列車名が特定できない。白山だったと思うけど。軽井沢に着いた。重装備の D50 ね。終焉装置や重油タンクつけているよ。これが当時の軽井沢駅の航空写真。ターンテーブルがここに見えるよ。写真を右に動かしていくと。右上のトンネルで薄い峠を下っていくんだよ。軽井沢駅を出るとすぐトンネルということね。10系客車の最後尾は那覇府11。横にさっきの長野機関区の D50 が見えるよ。フロントエンドの白線で長野ってわかるよな。軽井沢までの機関車は何だったの？記録にも写真にもないところから、D51 だったんじゃないかな。だから写真がないんだ。ED42 が造血車両を持ってきたんだよね。それも旧型客車だよ。おは27だね。白山じゃないと思うところは、ここだよ。軽井沢で造血するのはおかしいし、最後尾が那覇府11というのも消せない。じゃあ、妙高か？というと妙高は夜行だから違うし、単に普通列車だったのかもな。駅弁売りがいるから優等列車じゃない？霊夢それは偏見。普通車でも優等列車でも駅弁売りは来るぜ。上りの薄い峠はブレーキだけの心配だよな。日本も毎日暑いから、スイスのマッターホルンに繋がるラックレールの走る姿を見てみような。いいねところで蒸気機関車のラックレールの路線って今でもあるの？スイスにもあるけど、これはアメリカのニューハンプシャーの19世紀から現役の鉄道の例だ。マーシ式のラックピニオン式ということだよ。ニューハンプシャーは遠いね。薄い峠には ED42、そのベースとなった輸入機の ED41。同じく輸入機の EC40 の電気機関車があった。そして蒸気を追いやった国産機がこの ED40 だ。ピニオンの駆動方法が連結棒を使うことで ED42 と全く違うコンセプトだよ。真ん中のモーターが歯車を動かすんだ。なんか蒸気機関車の動輪の動きみたい。2018年に国の重要文化財になったんだよ。うん、すごいけど、スタイルがちょっと好みじゃないわ。行商住宅が走っているようで。今日の昔の薄い峠のお話はいかがでしたか？皆様のご意見をお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございます。毎週面白いネタを探して皆さんとシェアしていきますので、応援よろしくお願いします。